はい、ガレージ友吉です。今日はね、ちょっとこのトラックコリーダー丸を、修理をしてました。ちょっとね、部品が、このシートデッキとかねが外れて壊れたりとか、このバックミラーとかねが外れて、でこのあたりのマーカーランプですねとかもちょっと外れたりとかして、壊れてたので、ちょっと修理をしました。はい、僕が、1年ほど前ですかね、まあ、1年も経ってないかもわからないですけど、このコリーダー丸を作って置いてまして、でまあ外れたとこは修理して、またそれの繰り返しをしてました。でちょっとね、ここの本番のこのアンドンですね、コリーダー丸っていうアンドンがちょっと部屋の中をね探してもなかったので、僕が自作でね、ちょっと不細工かもわからないですけど、このコリーダー丸っていうアンドンを作りました。はい、でまたね、ここにね、つけたいと思います。はい、あとはね、まあ部品とかは揃ってたのでつけました。で、このね、牛のこれですね、コリーダー丸の特徴のとこですね、は、前まではね、この真ん中は赤色やったんですけど、ここはもう、普通のメッキですね、そのままのメッキやったんですけど、今日ね、黒鉄色を塗ってみました。はい、こんな感じですね。はい。で、まああとね、このヘッドライトの周りの赤い部分塗るんですけど、ちょっと一応ね、まあこんな感じでもう一度赤色に塗りたいと思います。はい、で横はね、こんな感じで、まあ一番星のアンドもありますんでね。はい、で後ろもね、ちょっとやり直しました。このテールランプ、この下のテールランプもね、一応ね、シルバーにもう一度塗り直してから、クリアオレンジとクリアレッドを塗って、で、ここの部分もシルバーに塗り直して、で、この、線ですね、のところに、クリアオレンジとクリアレッドを今塗ってみました。はい、こんな感じです。まあここらはね、ちょっともう一度やり直しますけど、こんな感じでやり直しました。ちょっとね、まだもうちょっと手を加えるとこがありますので、またね、ちょっと完全に修理が出来上がったら、またこういうのもね、載せていきたいと思います。はい。ずーっと掘ってたのでね、ホコリがね、ついたりとかして、この上は一回拭いたんですけど、ちょっとまだホコリがありますね。はい。で、まあ、皆さんね、トラック好きの人がいてますけど、
まあ、人それぞれですね、このコリーダ丸の、作り方っていうか、このね、この、しめ縄っていうか、この、これですね。はい。とか、この、ね、牛の角の色とかね、そういうのを、皆さん、バラバラで違う作り方もしてますんで、まあ僕はこういう感じで色塗ったりとか作ったりとかってしてます。はい。まあ、こんな感じでコリーダ丸もちょっとずつね、復活させてみてます。はい。それではね、今日はこのあたりで、終わらせてもらいます。はい、ガレージ友吉でした。お疲れ様でした。バイバーイ。